今週は大きく動くフットワーク、まあよく言われるのが、まあ、散歩道のフットワークっていうのを紹介したいと思います。今回も横からの足の動画がついているので、分かりやすい動画になっていると思います。で、まあ、散歩道の注意点ポイントなんですけれども、やっぱり、右左右っていうふうに足が出るんで、大きく動くためにはこの最初の1歩目で右足に溜めて大きくジャンプするのが必要になってくるので、そのトレーニング法っていうのも紹介しています。プレーの後にやってるんですけれども、片足でのスクワットですね、こういう風な感じでスクワットをやっています。で、よくこの指導の際とか、まあ、行かせてもらった時に見受けられるのが、そのままジャンプできなくてこうやって走り込んじゃうっていう人が多く見受けられたので、実際に散歩道をやらせる場合には片足でのスクワットで筋力を高めることをお勧めします。では動画をご覧ください。